手作りパンのコネコネ日記、手作りパンの山近とハツです。コネコネよろしくお願いします。今日は以前いただいてたエチャの毎日ドキュメンタリー撮ってた時に、あの覚えてるかな、みんな急に男が入ってきておはようございますみたいな、この動画です。すまない時間、全然全然、いや、うちはもう8時には起きれなかったわ。あ、本当？激眠。8時40分になりました。すいません、ありがとうございます。これを流した後に、あれは誰なんだっていう声がすごい多くて、ね、寄せられたの。そうそう、女の子2人で可愛く毎日撮ってる動画の中に急に男が現れたぞみたいな、誰だ誰だってなっちゃったので、その人を今日は紹介したいと思います。題して、手作りの部屋。今日はその例の男をゲストに呼んでますので、早速呼んでみましょう。浩平さん、お願いします。浩平、おはようございます。例の挨拶ですね。すいません、なんか変な心配をね。じゃあ自己紹介お願いします。はい、手作りパンのコネコネ日記を手伝っている浩平です。よろしくお願いします。浩平はうちらの大学の同期、日本大学芸術学部の同期で、もう友達ですね、ゴリゴリの。カメラとか、まあ、音声とか企画とかを一緒に考えてくれているイカれた仲間です。今日は浩平のことについて少し掘り下げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。出会いはさ、大学1年生の時だよね。そうそうそう、一番最初の新刊企画ってやつで、うちらと全く同じグループになって一番最初に喋った仲間ですね。そっからもうずっと6年。すごいね。あ、そんな長いか。だいたい130人が、まあ、10個以上のグループに分かれて、で1グループ10人前後とか、でうちらは同じ班になって、でそっから今までズブズブ6年間。では今から後編のプロフィールを紹介していきたいと思います。は同じ年、24歳です。後編の、まあ、特徴、気づいた人ももういるかもしれないんですけど、滑舌が見たすまるの。これが後編の滑舌の悪さを証明する動画です。位置について、よーい、ドン。2人でね、こうレース始めるって言って、じゃあ合図出してって言われて、ドンだとなんかちょっと弱いなと思って、ちゃんとなんか銃声、本当ね、リアルなやつ、そうリアルなやつを言おうと思ったら、防寒具になっちゃった。そんな浩平の趣味、デザイン、山近と一緒じゃん。そうそうそう、いっぱい山近も動画の3年ですけど、そう、あの2人きっかけで知った、まあ、シダトマ、芸人さんの動画のサムネイルを毎週作ってたりとか、YouTube 全部浩平が作ったサムネイルだもんね。そうそうそう、そうだね、とか、まあ、友達にプレゼントでデザインした T シャツあげたりとか、すごい、ね、絵は得意じゃないんだけど、こうイラストとか絵、色、配置とか文字とか、そういうのは楽しくやってて、仕事つながればいいなと思ってます。でもそう、そんな浩平は今ちょっと絶賛転職活動中で、そうだね、お仕事を探している状態です。そうです、今日撮影日、当時はね一応なるかもしれないな。そうだよね。でも一回浩平がそのちょっと本当に行きたい現場、行きたい場所の面接があるって言った時に、うちらは「あ、へえ、頑張って」みたいなこと言ってたんですけど、落ちたわって聞いて、あ、一緒にできる。複雑だよね。落ちたけど、なんか必要としてくれてる。いいやつなんだよ。いいやつなんだよね。手伝いもしながら、まあ、どっか仕事もできないかなって考えてる最中っていう感じなので、よろしくお願いします。お願いします。これからも、まあ、ちょいちょい登場してくるかもしれません。イボムシ料金をお願いします。今度からこう入ってくる人は、不審者じゃないっていうのが、この動画でね、それだけ伝わればなと思って、それだけ伝わればね、確かにね、似てて変だもんね、男の人が。いや、めっちゃ面白かったよ。おはよう。めっちゃ天気いいね。これからもよろしくお願いします。もちろんです。よろしくお願いします。お二人をよろしくお願いします。ありがとうございます。以上、第1回目手作りの部屋、ゲストは浩平でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。手作りパンの山近と、ハツと、浩平でした。コネコネ、ありがとうございました。